市のコアラの街あるじゃないですか。あれをどうやって食べますか。急にあれなんですよね、柄がこう一個一個違うから全部を出してこう柄をこう揃えて、なんか好きなの残して食べるか、あ、食べない、気にせずそのまま食べる。あ、なるほどなるほど。カメラマンさんはそのまま食べるそうです。はい、ということで今日ですね、こちらです。はい、こちらですね、コアラのマーチのスクイーズになります。はい、なんでちょっと前振りが下手っぴなんで、ちょっと皆さんそこは許してください。はい、ちなみに私は全部を揃えてどんどんお気に入りを残して食べていく。はい、そういう感じです。1回目いきます。あ、どっちよ。やっぱあれかな、ほっぺプリプリしてる方が可愛いからあれやるかな。これね、最初ちょっと手前を浮かせてどんどんなんかボンボンボンってやっていくやつやろうかな。どうでしょう。だよね。2回目いきます。次どうしようかな。やっぱね、爪がちょっと結構まっすぐめになってるから、どうしよう。ちょっと次後ろ狙って、3回目いきます。どうしようかな。ちょっとギリギリ手前を狙って、縦になったじゃないですか。あれでカメラマンさんがちょっとビックリでいけんじゃないみたいな感じなんで、ちょっと挑戦します。これで1回転できたらマジでちょっと褒めてほしい。あ、ちょっと待って、違う、やばい。ダメだね、やっぱりこういうなんかね、欲を求めちゃダメだね。1回目いきます。9回目いきます。これで一気になんかもうね、弾いてほしい。10回目いきます。弾いてゲット。なんかもうちょい手前にすればよかったかな。はい、ということでこちらですね、コアラのマーチのスクイーズゲットです。やばい、食感がね、やっぱりいい感じ、スクイーズって感じ。ちょっと中身を開けます。すごい、なんかもう形とか再現度がやばいね、これ。はい、匂いはちょっときつめのスクイーズって感じ。これはね、いい匂い。そう、これコアラのマーチの匂いだったらちょっとね、最高な感じ。こんな感じです。コアラのマーチの種類が、そう、6種類くらいあるので、これぜひコンプリートしてなんか好きな柄選んでランキングつけても面白いんじゃないかなって思います。はい、これを取って本物のコアラのマーチを食べて遊んでみてください。で、500円玉スタッフさんに言って入れたらコアラのマーチゲットできるからいいんじゃない、ちょうど。はい、お菓子とスクイーズと両方ゲットして楽しんでください。はい、ということで今日終わります。また見てね、バイバイ。やっほー、チッコーハイだよ。みんな動画どうだったかな、楽しく見てくれたかな。楽しく見てくれたらいいねとかコメントとかいっぱい待ってます。チャンネル登録もしてくれるとすっごい嬉しいです。明日の動画も楽しみに見てね。バイバーイ。